あ、始まったのだ。始まりましたわ。久しぶりの登場メイランなのだ。みんなのアイドル姫ちゃんです。今回も妖怪ウォッチ3の実況。始まるよー。はい、というわけで始まりました妖怪ウォッチ実況。本日も面白く、有益な動画を皆様に提供したいと思っております。姫にないうちに性格変わったのだ。いやー、最近個性を出したいなと思ってて。だからこれからは清楚系お嬢様で行こうかなと。そのキャラはすでにフィアがいるのだ。意味のわからないこと言わないでパーティー紹介するのだ。うわ、おめえらんもすっかりツッコミ担当が板についてきたわね。ツッコミ担当だったのだ。はい、そんなわけで今回の主役は、妖怪ウォッチ3で一番の個性を持つガランブーさんです。確か守りが一番高いのだ。そして HP が2桁で必殺が全体攻撃の属性モリモリの妖怪なのだ。その通り、さすがメイランちゃん予習バッチリね。そこで質問です。今回のガランブーはどの個性を活かすでしょうか。ヒントはガランブーの装備は中央にいるとき守りがダイアップするコンです。え、ということは守りを活かすのだ。でもブロッカーコンじゃないし HP は低いままなのだ。コアラニャンもいないし必殺技を活かすわけでもなさそうなのだ。ふっふ、正解はスキルを活かすのよ。のだ？スキルなのか？そう、ガランブーのスキルは唯一無二の空洞。小さいダメージを無効化する、一見すると強いんだか弱いんだかわからないスキルね。今回はこのスキルを存分に活かしていこうと思います。うばあ、なんだかよくわからないスキルだけど活躍が楽しみなのだ。それでは、守り400個への強さを思い知れ。ではでは SSS ランク3対戦よろしく。うばあ、素直に HP2 桁が SSS ランクにどうやって勝つのか気になるのだ。ふっふ、まあ見てなさいって。驚くわよ。今日の姫お姉さん感が強くて好きなのだ。あら、告白されちゃったわよ。それでは相手のパーティー観察といきましょう。うわ、かなり遅いはずのガランブーが先に動いたのだ。妖怪ウォッチの素早さは飾りよ。これメモりなさい。さてと、怨念ミイラに攻撃しちゃったけど、持ち前の壊れ守りで痛くないと。怨念ダメージ1は恐ろしいのだ。もちろんガランブーの真の強さはそこじゃないわよ。さあ、欲はバクト、まあ悪くないわね。一応ポンコツを入れてガードはしないようにしてるわよ。縁の下の力持ちなのだ。であれ？今ダメージ0だったのだ。あら、そうだったかしら？それじゃもう一度確かめてみる？絶対にダメージ0だったのだ。メイラン確かに見たのだ。ああ、素直で可愛いわ。それじゃ、次の相手の攻撃を待ちましょうか。わかったのだ。おお、よくも心臓血陣のおかげで怨念へっちゃらなのだ。凍結陣のここがすごい。怨念に耐える耐久以上、よく、ユーロごと奥のテンプレ。まあなんやかんやで通りがいい強強陣ですわ。途中でボケ切れなくなってるのだ。ちなみに個人的に一番強いと思う陣は勇ましですわ。その次に豪傑か不思議かしらね。で、ひめひめ、またガランブーダメージ1だったのだ。はい、というわけでこれが今回やりたかったことよ。ガランブーの守りを極限まで上げることによって、すべての妖怪の攻撃を無効化することができます。ちなみにそれは物理必殺にも反映していて、獅子丸程度の必殺なら無効化できるわよん。必殺技も無効化できるのだ。それは反則なのだ。物理最高火力のエルドラの必殺はさすがに受け流せないけどね。まあこれが最高の守りと、唯一無二のスキルを持つガランブーの最強戦術よ。相手のパーティーにはマイニャンなどの妖術アタッカーはいなさそうだし、あとはガランブーが技を受け切って勝ちね。すごいのだ。最強スキルだったのだ。あーでもさっきも言ったけど妖術アタッカーには無力でっぽい。たとえガランブーの HP が300あっても、妖術ダメージを軽減する方法がないから、じりじり削られて負けるし、最強スキルには届かないわね。うわぁ。あってもそれは反応程度の話なのだ。物理相手だけなら最強は間違いないのだ。うっふ、確かに物理オンリーには最強間違いなしね。フォローありがとう、メイラン。やったーなのだ、姫に褒められたのだ、嬉しいのだ。あの子たちもこのくらい可愛げがあればいいのに。のだ？そういえばガランブーの容器溜まったのだ。おっと、もちろん撃ちますわよん。全体必殺の恐ろしさも見せつけてやるわ。威力40と言っても力は170前後とまあまああるからね。ガードしてない相手には100くらい出してくれると信じてるわよん。ステータスの兼ね合い的にはダイナシーよりも必殺の火力に期待できるのだ。おっと、ダイナシーとかいうボットでのテンプレ妖怪の話は NG。あんな生意気な妖怪は虚空にすっちゃいな。ちゃいな。まあ。所詮全体必殺なんてこんなものね。秒で手のひら返したのだ。やっぱり全体必殺は時空心が異常ってことで、QED。と言っても時空心もバフあってこその火力なのだ。ガランブーもドンちゃんで力上げれば火力出るはずなのだ。そしてそこにコアラニャンで攻守逆転すれば最強ね。昔やったことあるけど、またリベンジしたいわね。というわけで無事勝利、ダイアリーベベルチ。と
というわけでここからはフレンド対戦になりますわ。相手の人にはゴリ押しパーティーで来てほしいように伝えてあるのだ。フレンド対戦の理由は今の環境アホみたいにパンドラが多いせいですね。はい、気が悪いのだ。怖いも他の人たちにいじめられてます。怨念使いの姫はそんなこと言えないのだ。最近は怨念使ってないもん。でも最近コアラニャン減ってきたし、また使ってもいいかも。怨念やめますか？人間性してますかなのだ。いやそもそも私たち人間じゃないし、ちなみに今爆弾を投げてきたやつも妖怪じゃねえわよ。悪魔よあいつは。爆弾の悪魔かナゲットの悪魔かどっちなのだ。ヘイトの悪魔よ。なるほどなのか。それよりほら見て、ガランズー追撃ダメージしか受けてないわよ。やっぱり物理相手には最強なのだ。このまま実質ゼロダメージで勝ってやるわ。エルドラとヨフが気まぐれで妖術使わなければメイン攻撃ではゼロダメージで勝てそうなのだ。うっそうね。気まぐれ妖術、それが怖いわ。一応エルドラやヨフの妖術一発は耐えてくれるんだけど、追撃ダメージが重なってるから結構危ないのだ。そういうこと。てかなぜかヨフは攻撃外したし、で爆弾こっち来たんだけど面倒なので打ち返しません。いろいろと忙しいのだ。なんか最近運が悪いのよね。4連技外しとかさ、そのせいで楽に勝てるはずの試合も騒がしくなったりします。騒がしいのはいつものことだと思うのだ。うわまた爆弾来た。待つぞ。落ち着くのだ。いやいやだってさっきまであれよ、バカズキンに攻撃当ててくれたと思ったら満を持しに攻撃3回連続で外したりしたし。予測できる不運じゃなくて予測できない不運が多いのか。あ、これポンコツのランク上げとけばよっ倒せた。バッチリ姫の手抜きも響いてたのだ。でこれがランブーの装備発動してないんだけど、ふう、エルドラの攻撃はちゃんと防げるみたいね。素の守りでエルドラの攻撃を小さいダメージ判定にできるのか。まあ信号欠陣のおかげでもあるだろうけどね。それといい加減無理壁を倒したいんですが、ヨフを警戒してかガードをしないのだ。まあ爆弾でナローニャンの火力上がったし次で倒せるでしょう。ちなみに後ろ3体の装備は、ナローニャンはいつもの山田猛虎、ポンコツはブロッカーで、ドキドキはブロッカーよりコンヨン。ドキドキだけで復活阻止と回復阻止してるのか。なかなか強いのだ。復活封じはもちろん回復弱体化って結構刺さるからね。よりコン、装備枠が空いたらぜひ装備したいコンね。どうにもするのだ。はい、ここの極楽の術も弱体化してますよっと。ではでは本日2度目のガランブーの必殺4、極上お邪魔しますなのだ。いつかこの必殺も作ってやるからな。待ってなさい。はい、足が遅いのでかわされやすいと。必殺に関しては本当にサポートしてあげないと活躍は難しそうなのだ。全体必殺でサポートがなくてもまだ強いのって引っ張りだこくらいかしら。時空心なんてバフなければ全然火力でないし、回転数でごまかしてくるけど、やっぱり待機時間1と全体必殺はチートなのだ。そうだそうだ、時空心は対戦で禁にしろ。ついでにトリベアと口すべてサドンデスパーティーもで禁にしろ。全部姫が嫌いなパーティーじゃないのか。そんなまさか視聴者の皆さんも大嫌いなパーティーですわよ。ついでにトリベア撲滅委員会をここに立ち上げたい。できたところで何をするのだ。みんなでオフラインを使いまくってトリベアを無力化するのよ。私委員長になるからメイランは特別に秘書にしてあげるわよ。委員会なのに秘書？妙なのだ。というかそろそろ動画まとめるのだ。はい、では結論ね。この妖怪ロマンの塊すぎでは？薄いまとめなのだ。まさしく中身がない、ガランブーのようにね。うわぁ。